忘れているんじゃないかというところから話が始まり、皆さんにまた葉月という踊りが、まあ、あったんだよっていうとね、心の傷があってから今年1年、まあ、最後になりますが、最初に最後の演奏をさせてもらえればと思います。どうぞ過去の栄光に座りながら演舞しますが、存分に発揮してまいります。ご声援のほどよろしくお願いいたします。祭りに携わる全ての人々に感謝。それでは参ります。いつかこの地に咲けるように、葉月林に愛を込めて。
皆様に感謝を。